Hi everyone! How is going? It's me, Takeharu. Please call me Tyler. So, today's topic title is love and desire and dream and betrayal and deceit. So, this title is so dangerous and so shocking. But it's so interesting and exciting. I liked world of many people. Of those things doing. So my working company had many people of those thinking. Of course, not all. Also, this company in industrial world. So. I experienced many betrayal and deceive many times. those experiments made me myself. More strong mental. thanks. but of course, more or less, everyone, doing life. So I have to survive. I have to keeping survive. I got skill. This skill is find life. By the way, there have been broadcasted an American TV program when about 10 years ago. So this drama title is Lie to Me. The story is woman has a skill. The skill is find life.
The man keeping find light. So, I read many books, and I watched many TV dramas. This series, and I joined learning program. So I got skill. Skill is find light. So I can find you lie. It's joke. Let's get started. はい、という感じですね。まあまああれですね。要は、僕が働いてた環境、前の職場のことを、まあ、ちょっと触り紹介しましたけど、まあざっくり言うとこうなんですかね。愛と欲望と裏切りと、なんだ、まあ、いろいろそういうドロドロした世界ですね。で、まあ、まあ、良くも悪くもっていうことで、なんていうんですかね。まあ、みんな、嘘はね、多かれ少なかれつくとは思うんですよ。やっぱり必要に迫られて。嘘つくのはいいこととは言いませんし、良くないことなんでしょうけど、まあ、考え方によっては人を幸せにする嘘とか、まあ、そういうニュアンスのところもありますが、まあ、僕がいた業界、その会社っていうのはそういう、まあ、人が多くて、もちろん全員ではないんですけど、ただ、会社以外にもその業界全体がやっぱりそういう人たちが多かったということですね。やっぱり嘘をついたりとか、もちろん全員ではないですけど、本当に、なんていうのかな、嘘をついたり、裏切ったり、まあ、欺瞞とかね、欲望、俺がっていう人がたくさんいたんです。で、まあ、その中で僕はちょっと生き抜く必要があったんですね、やっぱりその、なんだろう、へこたれてて、もう仕方がないというか、やっぱそういう波に揉まれて、やっぱり、生き抜いていけないっていうのを買ったんで、まあ、あるスキルを身につけた。というのが、まあ、人の嘘を見る。要は、騙されたりすると、まあ、これ、正しいかどうかは別として、騙されるのは、騙される方も悪いんだ。方が悪いんじゃなくて、騙される方も悪いんだという格言っていうか、まあ、それもありまして、結局、まあ、なんていうのかな、こう、人とこう話をしたりとか、いろいろしてるときに、まあ、鵜呑みにしてはいけないとか、まあ、ちゃんと聞いた上で、情報を精査して、いろんなところから、まあ、アドバイスを聞いたりとか、自分なりの判断でもって、最終的にしっかりと決めなくちゃいけないっていうのがあって、まあ、この人はちゃんと本音を言ってるのかとか、嘘を言ってるのかっていうのを、こう、ある程度こう見分けるというか、そういうふうなことが生き抜くためには必要だと。で、まあ、たくさん本も読んだし、いろんなテレビドラマのシリーズもいっぱい見ましたし、そういうふうな勉強するプログラムに参加して身につけました。だから僕はあなたの嘘を見抜くことができますということを言ったんですけど、まあもちろん冗談ですけどね。一時期そういう、なんていうのかな、勉強したことがありました。まあ、職業でもありますよね。例えば、なんだろう、もう代表的な例、刑事さんとかね。よく言われますよね。その職業柄、やっぱり犯罪者とか、そういう人をたくさん見てきてるから、この人が、その、まあ、会話をしてて、面と向かってて、嘘をついてるのか、ついてないのかっていうのが、こう、感覚的にわかる。その嘘を見抜きやすい職業というかね、そういう人もいます、ね。そういう事実なんで、まあ、ただ、ある意味ね、本当人を信じるっていうことは、ものすごく大事なことだし、本当に幸せなことだし、必要なことだと思うんですけども、まあまあ、なんていうのかな、世知辛い世の中っていうか、その、人を信じて馬鹿を見るということもありますので、まあそこはこう、訓練するというかね、ある程度その見極めとかっていうのが大事だと思うんで、そういうお話を今日させていただきました。ありがとうございました。はい、いいなコメントとか、ツッコミどころありましたら、ぜひお願いいたします。チャンネル登録もお待ちしております。Thank you for watching this video. Could you please subscribe? See you next time. Bye!